一夜だろうが、ベルトがかかってなかろうが、俺は今チャンピオンなんだ。このけじめは必ずつけさせてもらうぞ。どの試合、シングルマッチでもタッグマッチでも、どんな試合であれ、テーマを見つけてメッセージを届けて次につなげるっていうのができるレスラーが一流だと思うんだよね。食材に道具にこだわらず美味しいものが作れる料理人のように、料理人の皆さんのようにね。だから今棚橋の周りが泣いてるけど、何の波風も立ってないけど、自分でジャブジャブやるから、自分でジャブジャブやって、お風呂場の湯、お湯のようにジャブジャブやって、その湯船からこぼれたお湯が何かきっとね、次につながると思うよ。まさか、まだだよ、こんなにも早くあの3本のベルトへの挑戦が決定するとは思ってもみなかったよ。次のメンバーよ、いいビルド、デキトーゴだ、これマジ。おい、いいか、そもそもよ、あのベルトは俺のもんだよ。ケイオスのあのアホ面のやつらがチャンピオン、笑かすな、この野郎。いいか、おい、あのベルトは俺と東郷と、そして裕次郎のもんだ、よく覚えとけ、この野郎。